はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。とりあえず1軍へ上がらないとちょっと話にならないんですけれども、まあ、1軍昇格へねアピールということで目標も立ってますけど、防御率ね 5.17 っていうちょっとね厳しい成績ではあるんですけれども、今日は寝ましょう。調子はね悪くないんでね、ダウン内野手を獲得しました。ダウンとかちょっと嫌だな今日は練習日か、一応コントロールを上げていこう。51か。4月の21日が登板日ですね。まあ今はね若手なんで、せっせこせっせこ練習していきましょう。こういう関係、あ、そっか、なんかそれ監督と話すと上がりやすくなるかな。どうしようかな、奥井か監督か、ちょっと一回監督と話そう。いやーちょっとスランプなんすよ全然関係ねえし、トレード引退とか早すぎだろ。世間話をするって監督も大変だよな、こういうさ選手のメンタルに気を使わないといけないって。じゃあ今日は奥井と練習しましょう。なんかカウンセリングスタッフとかいても良さそうだけどね。まだ大丈夫だよね。練習しよう。コントロールコントロール、コントロールが課題だからな今は。で試合の直前で寝れば大丈夫でしょう。寝よう。MVP、広島のジョンソン、さすがだね。ヤクルトのオーレンドルフ、ヤクルトの石川、バレンティン、広島の鈴木鈴木菊池どういう選手だったっけダメだもう覚えてない。あれ菊池めちゃくちゃ強い人だっけ。じゃあ今日は試合ですね。皆さんちょっとやる気かな、奥井のやる気が少し戻りつつあるか。奥井の成績が最近全然ダメダメだからな、俺よりひどいよね。安打を打ったっていう報告を聞いてないかな。でも奥井はね野手だからね、俺が出てない時でも試合はやってるはずなんで。打席からか、まあ、ちょっとサクッと1本打って楽にしよう、楽に、自分で楽にする試合は。これはフォークか、ちょっと追い込まれてしまったな。入るか、あー入ってきたね悩んだ末に振ったけど追いつかなかった。ジャイロボールで決めよう、もうツーストライクだから。低め低めに打たれてしまった。ジャイロボールは俺の生きる指針だからな。これを誰か取ってくれる3人群がるからなよし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 、振ってくれた、これは助かる。オッケー、ツーボールか。やばいな、ボール3。最後はもう絶対ジャイロボールで決めるあーライナーか、怖いねライナーとか。まずは低めの球を投げて、少しちょっと危ない球を投げようと思ったら逆球になってしまった失投多いな。どうだ、
めちゃくちゃ闘志が発動してるな。これだけ闘志が発動すると、実は闘志ってかなり使える特殊能力なんじゃないか。顔の前を、おお、めちゃくちゃたまたま入ったな。そしてこれはジャイロボールがやはりね結構ずれるね。お、奥井くん今日はライトにいるね。よしよしよし、均衡した戦いだ。ちょっと待って、スラブか。これはおー、ボール。これはボール。おーし、ツーランホームラン。こういうのってさ、なんか楽になったとかないのかね、気持ちが。頼れるのは己の力のみだ。キャッチャーがそもそもキャッチャー F なのかどうかっていうのだけちょっと見たいね。スコアかな。守備交代じゃなくて野手データ。今キャッチャー誰や、白浜さん。キャッチャーいいか、まあ、まだマシだな。白浜さんはまだマシなのか。ありがとうございます。キャッチャーにも左右されるからな。あ、そうか。カウントがいまいちわからん。見ないで投げるからな。筆記を落とすか、これは。うん、振ってはこないね。あの記者さんとかもすげえな。目の前に球が飛んできたらめちゃ怖えだろうな。ストレートで押す、ここは。おお、ありがとう。だいぶサードに飛んでるな。フルカウントからのジャイロボールで決める。いいね、2ストライク取ってるからちょっと1球外してスライダーで内に切れ込む。打たれた。おお、球が飛んできた。危ない危ない。俺はマジ何をすればいいんだかさっぱりわからん。あ、これはセンターお願いします。ありがとう。ベースカバーとかマジでわからんからね。何すればいいのか。うわー、やばいやばいやばい。ちょっとこれはトップと一緒に走ろう。やばいやばいやばい。点が、これを俺の得意球のジャイロボールで抑える。よーし、超際でチャンス。チャンスはものにする。病はまだ投げてるね。5回かまだ。でもやっぱり投手もやると結構長いよね、1試合が。あー、これはちょっと上がっちゃったかな。うーん、しょうがない。フルカウント、低めのジャイロボール、 OK。 いいね。すげえすげえすげえ。どん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 決まっていくよ。ああ、失投した。俺失投何球してんだろうな。わりかし失投してそうだからな。これは取れるか、奥井。よーし、奥井はエラーしたら罰金だからな。点を取ってくれたね。奥井の代わりに打ってあげてるからね、俺が。奥井の守備力って今いくつだ。多分 E とか D とかだと思うけど。あー、やばい。おーし、ちょっと疲れてきたか。奪三振でも10してるからね。6回、これは無理か。落ちたな。
よーし。際どい。あ、これは打たれたぞ。やばい。満塁か。満塁か。ただ相手は三振。ちょっと一回フォークを落とそう。うわ、嫉妬。こういう嫉妬はマジで困る。ありがとう、ショート。え、まだ投げてる。もう6回投げたんだからいいじゃないか。ちょっとジャイロボールの浮きが、これはもう降板だな。スタミナ B でも結構つらいね。よしよしよし、今日は完封リレーだったな。6回無失点、点も上げたからね。QS そういうのが分からん。11奪三振、3者連続奪三振。そこそこか、4の1でそこそこか。まあ奥井にしては頑張ったな。うん、MVP ソフトバンク和田。あ、いたね、そういえば。バンデンハーク。オリックス誰だって、平野。ソフトバンク松田、内川、柳田ソフトバンクマジ強えな。じゃあ練習に精を出しますか。コントロールが52に近づいてきたな。一応今コントロール重視で練習内容を決めてますからね。尾形監督からフレッシュな選手を試したい。おお、ミッションスタート。2軍からの脱却どうすりゃいいんだっけ。ミッションリストで確認することができます。ミッションリストってマイデータ。あ、これか。期間中に登板した全試合2失点以内に抑える。2失点か、残り1試合。開幕1軍デビュー、オープン戦中登板した全試合を被安打なし無失点だ。無理でしょそんな被安打なしっていうのが無理だよ。まずかなり厳しいね、開幕1軍デビューっていうのは。今日は奥井と練習ができるね。ちょっと奥井の能力を見てみるか。守備力と肩はね、やっぱり俺の試合に直結するからね。チームデータ、2軍奥井くんいた。あ、守備 C か。でもなんかそれなりに強くなってる気がする初期値ってどれくらいだったっけ。まあ、このまま奥井を鍛えていこう。守備とね、肩がね上がってくれればね、だいぶ楽になるかな。ファインプレーとかしてくれると超ありがたいんだけど。あれ、いつの間にかコントロールが52になったのか。55万円振り込まれた。やった、給料日だ。てか金使わないけどね今のとこ。さて登板日前日、ここは寝ましょう。バントン投手、よーし。無失点でいけばいいんでしょ。無失点でいけば。ん、皆さん調子いいね。奥井だけなぜかやる気がないなぜだ奥井、俺の大事な試合になぜそんなやる気がないんだ。あいつだけ一軍に上がってもなっていう感じなんだろうな。ひでえ親友だな本当に。俺のために頑張ってくれよ。同期が一軍に上がれるチャンスなんだぞ。一緒に頑張ろうぜ。まったく。これは1球外そう。
よーし。際どいところだったけど入らなかったか。頼む奥井。よし奥井じゃないし奥井は今日レフトか。スターティングオーダーの細かいポジションまでは見てなかったな。この入るか入らないかのジャイロボール。あれ今のあった。俺か俺がベースカバーに行かないといけないのか今のはやばい。しかし抑えればなんてことはない。野球の基礎知識が全くないからな。こいつ大丈夫か本当に監督も一軍に上げてあいつはベースカバーがめちゃ下手だみたいなうわー打たれた。やられた。また一からやり直すか。しょうがない。しかし1失点に抑えてみせる。一発がね怖いねやっぱりそういやここさっきデスパイネがいたよね。おーっと間違えた。これさ逆なんだよねいつもの操作と。丸ボタンを押すと三塁に投げるっていうあれだからついね間違えちゃうんですよね。これはセンターお願いします。一軍に上がるということがこうも厳しいものなのか。一点取ってくれたありがたい。でもさ1失点の一発とかだったら良くないか全く連打を浴びたわけじゃないんだからさ。何これはジャイロボールで決めるしかない。よーし。実際にさあんなにくるくる回転してさあこれは打たれてしまったか。デスパイネだ来たちょっと待ってデスパイネはもうマジやだ。ハイボールヒッターだから高めは見せ球だな。外に出るスライダーででそこからジャイロボール。よーし。でもみんな群がってくんな。あれそういや俺のさ打席なくね。そういう設定なんだっけ。全部打席が回ってくるかと思ったら今日うわこれ厳しいな。ボールがめっちゃ先行してる。別に自分が打ってもね評価されないからね。おおさアンダーを開けないとかさ無理でしょよしちょっと外に出そう。で外に逃げるサイダー。うーん振ってこないか。うわー嫉妬した。これはまずいぞ。やばいやばいやばい。無失点どころか2失点してしまった。ここは俺の進化が問われるな。ここで抑えられるか連打を浴びるか。これは大丈夫でしょう。ありがとうございます。こういう時一塁がどっか行ったら自分が入らなきゃいけないんだな。2ストライク2ボールだからジャイロボールで決めると。これもジャイロボールで決める。きたデスパイネ。ちょっとスライダーを
高めに外して、うおー今甘かったか、甘く入ったね。いやー待って、スパイね、超怖いわ。これはサードお願いします結構ギリギリだったな。いやデスパイネはほんと強いわ。あの高めはねボール一つ分ちょっとねずらしたつもりだったんだけど、多分コントロールが乱れたな。おお、このなちょっと失投もわりかしやらかすからな。よしこれは大丈夫だね。やっぱり6回あたりが限界だね。うわフォアボール、3失点か。8回はだって俺じゃないもんね。自責点3か。5回1失点に抑え勝利投手高橋さん。いやマジでデスパイネだよ。白浜とか打ってるし、白浜がでもわりかしマスクかぶるんだね。今日は失投が多いなって俺のせいじゃねえよ、失投とか知らんよ張本にタイムリーを打たれた球、気をつけてほしくなったなって。もうわからん、どの球だったっけ。いやでも一応調子とか上がってるわ監督の評価も上がってるわあ奥井が全然ダメだなやはり奥井をどんどん強化していかないと。そして4月も終わりそうだな。4月中には上がれなかったか。4月30日、そうだよな、失投が多いからやっぱりどんどんコントロールを鍛えないと。いやこんなんさコントロール D でこれだからな。コントロール E とかの人ってもっとひどいんだろうな。大事だねコントロール。5月1日、今日も奥井と練習をしよう。奥井とどんどん練習して、今日は猛打賞だったぜみたいな報告を聞きたいよ奥井から。今日はお前のために3点取ったぜみたいな。17勝9敗1分け、あ強いね。投手オーレンドルフ、野手バレンティン。オーレンドルフって誰、バレンティンヤクルトだよねまだいれば。移籍とかされるともうわからんんだよね。ここでコントロール53か。今年中にはでもコントロール C にはなりそうだな、集中して鍛えてれば。明日が登板日だっけ。じゃあ寝るか。5月5日、ゴールデンウィークか。まあ2軍だから関係ねえか奥井ちゃん相変わらずのやる気だな。ちょっともう少し頑張ってこうぜ、まだ入ったばっかなんだからさ、2軍とはいえ。さあ今日も頑張って投げてこう。相変わらずのボールが先行してるな。あんまり低めに投げすぎるとねコントロールずれるからね。かといってな真ん中の方に投げると打たれるしな、難しいね。これはサード、俺は邪魔しない今日フォークで落とそう。よーし5番か。ちょっとこれは外で1球見て、ちょっと外へ逃がして、で内側へ入ってくるスラーブ。これどうだ、あこういう時やっぱ俺行かないとダメだ、そうだよね。チャンス、打席が回ってきたぜ。
おお、しとしとしと、分かるよ気持ちは。俺もよく嫉妬するからね。これはスライダーのギリギリ入ってきたか。おお、嫉妬が多いね。仲間だな。なんだかんだでフルカウント。おお、嫉妬嫉妬フォアボール。3球も嫉妬するのか。やっぱそうなんだな、コントロールが悪いとめちゃ嫉妬するな。うわー、俺のジャイロボールが打たれた。奥井、これはまあきちっと高めのね。あ、これはファウルなんじゃん。フェアか完全邪魔したな。セーフか。いえ、すげえ揺さぶってくるわこいつら。よしよしよし、このままアウトにしてやる。これはスラーブのこれだな。1・2塁か、厳しいね。三振男。よーし、オッケーオッケーオッケー。さあ、このピンチを乗り切ろう。俺はピンチを乗り切る力があるはずだ。よーし、テンポいいね。1点入れてくれた。誰が打ったか知んないけど、オッケー。もうツーストライクってきてるとね、楽だよね。あとは嫉妬だけしないこと。え、抜けたのか今の。マジか。そしてこういうボールが先行してるとちょっときつい。これはセンター、ありがとうございます。4番か、伏見。しかし俺のジャイロボールでねじ伏せる。ゴー、あー大丈夫だった。誰もいないスタンドに投げ込んでる。あれでも人それなりに、あ、色がついてるだけで人はまばらだねやっぱり。でも2軍ってさ、そんなに見に行くもんなの。ちょっと自分でなんとかしよう。もう1点欲しいね。打率5割ってうおまあいいか。いや、これ絶対野手の方が才能あるよ。防御率、うわ、また嫉妬。3点台か。やばい、これはファール。ちょっとこの外へ逃げるスライダー、ジャイロボール。怖いね、打たれると。この野郎邪魔してやる二塁打を打たれてしまった。バントか。サード、今俺かやっぱり。お、すげえすげえすげえ超余裕だったね。え、いきなりバントした。ちょっと揺さぶられた今超揺さぶられた。ガラスのハートだからな揺さぶられるとねすぐ動揺する。おお、振ってくるね、バンバン振ってくるね。よーし、またボールか。内角に攻めよう。で、外へ逃げるスライダー。オッケー、これは誰？サードでいい？よし。内に入るスライダーを嫉妬落とすか。フォークとかもね、わりかし嫉妬しやすいからな。これはセンター、
おお無理か。まあしょうがない。でも走ってきた。ちょっと待って、そういうのも気をつけないといけないのか。足が速そうだったらキャッチャーの投げやすい位置に投げてあげないといけないんだね。おお、これはやばい、やばいぞ。自分でなんとか抑えなくては。三振のとこ振れこれ振れ、振らない。おお、嫉妬しやがったこういう時に嫉妬してくるな。おお、これは犠牲フライか。でそうするともうスタミナがつき始めてきてるから、やっぱり6回まで投げきれるかどうかっていうとこだな。よし、とりあえずまあ1点でなんとかしたか。そしてここで打つ。 OK、 もう4号だで6回ここまでだな。際どいところにやるとやっぱり厳しいな。これは例のスラーブ作戦でいこう。サード、三振男か。うおー、また失投。フォーク、よし。うわ、スリーボールか。これはもう押すしかない。ジャイロボールで、で最後落とす。あ、もうフォークは全然落ちない。あぶねえ、これでもう交代だ。やっぱ6回投げ切って終わりだな。このままみんな抑えてくれ。打たれてる延長戦にもつれ込んだ。ヒット1本とか打ってんだけどな。特に何にもない。俺の本塁打だけが記録されている。6回1失点はでもさ、全然悪くないよね。好調ではあるんだけど、1軍には上がれないっていう。お、4の2、頑張ったな奥井、すごい活躍だ。でも今日は勝利で飾れなかったからな。というところで、5月入りまして、まあなかなか厳しいですね、1軍に上がるのは。これいつまで続くの失敗になってるしね、2軍からの脱却。このままちょっとまた評価を上げて、いつか1軍へ上がれる機会を、目指していきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。